皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日は、プロテインと相性の悪い食べ物を、3つ紹介したいと思います。この動画をご覧いただいている方はプロテインをお飲みいただいている方、普段トレーニングをしている方多いと思うのですが、どうせプロテインを飲むんだったら効率よく吸収したいですよね。まず1つ目、脂質の多い食べ物で、2つ目が食物繊維の多い食べ物、3つ目が運動後のプロテインの牛乳割りです。でこれをちょっと具体的にお話ししていきたいと思います。プロテインと相性の悪い食べ物1つ目は脂質の多い食べ物です。これは、揚げ物ですとか、スナック菓子とかジャンクフードとかがこういったものに当てはまるかなと思うんですが、なぜプロテインと相性が悪いのかと言いますと、脂質というのは、炭水化物、タンパク質、脂質という三大栄養素の中でも消化吸収緩やかな栄養素であるというふうに言われています。プロテインを飲む時っていうのは消化吸収のスピードを重視している方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、脂質がそのタンパク質の効率の良い吸収をちょっと遅らせてしまうような働きをするので、プロテインとの相性があまり良くない成分の一つになります。脂質は、素早い栄養補給を目的とする場合にその働きをちょっと阻害してしまう、遅らせてしまうような働きをするので、脂質はなるべくプロテインと組み合わせるのは避けていただいた方が良いかなと思います。で2つ目、食物繊維になります。特に、水溶性の食物繊維、水溶性の食物繊維っていうのはお腹の中で水分を吸って膨らむような性質があるので、これも脂質と同じでちょっと消化吸収を緩やかにするような働きをします。これがいい働きをする場合もあるんですが、プロテイン の, スムーズな栄養補給っていうところで言うとあまりプラスの働きをしないので、組み合わせることは避けていただいた方が良いかなと思っています。食物繊維を多く含む食材でいうと、お野菜ですとか果物とかですね、穀物、お蕎麦とかご飯とかですね、そういったものも一応食物繊維を含む食材になります。3つ目が運動後のプロテインの牛乳割りです。これはちょっと意外かなと思う方もいらっしゃると思いますし、プロテインは牛乳で飲んでいらっしゃるっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。私自身も牛乳で割って飲むことがよくあるんですが、それが悪いというわけではなくて、トレーニング後、運動後の栄養補給の時には牛乳割りをあまりおすすめしてないっていう話になります。これは何でなのかというと、牛乳本来に含まれている脂質であったりとか、ちょっと消化吸収がゆっくりな性質のあるタンパク質であるカゼインっていうのを多く含んでいます。でこのホエイプロテインっていうのは消化吸収速度が速いというのが持ち味になりますので、その点その牛乳に含まれる脂質とかカゼインをプラスすることで、そのプロテインの本来の持つ消化吸収のスピードっていうのを十分に活かすことができないというところで、あまり運動後、トレーニング後のプロテインは牛乳割りじゃない方法で飲むことをお勧めしたいと思います。例えばシンプルにお水割りでもいいですし、あともう一つお勧めしているのが 100% 果汁の果物のジュース割りをお勧めしてます。トレーニング後の回復リカバリーという点でも糖質やクエン酸とかも一緒に摂ることができるので、 100% 果汁のジュースで割って飲むのもおすすめです。意外とオレンジジュースとチョコレート風味とか合うので、ぜひ試してみてください。プロテインはサプリメントなので、お薬とかではなくて、この組み合わせをすると体に良くないことが起こるっていうお話ではなくてですね、プロテインの持つ消化吸収効率をより良くするためのご説明になります。別の動画でプロテインの消化吸収効率をアップする方法もご紹介しているので、そちらも合わせてぜひご覧いただけたらなと思います。トレーニング後や運動後の素早い栄養補給を目的とする場合は、脂質を多く含むものと食物繊維を多く含むもの、運動後、トレーニング後のプロテインは牛乳割りをなるべく避けましょうという、この3つをぜひ覚えていただいて、今日のトレーニングからぜひ活かしていただけたらなと思います。動画のリクエストやコメントがあればコメントいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。